はい、こんにちは、柴崎です。お元気ですか？そう、よかった。ね、柴崎も今日も元気に絵を描いてます。今回のテーマはね、新しい画材を使ってみようというね、シリーズの中から、また新しく手に入れました。これです。ね、16色、こちら。16色も入ったアクリル絵の具です。すごいでしょ？しかもね、なんと、筆が3本ついてます。それでお値段が1000円ちょっと。はい。筆がね、これなんですね。細いですね。何か、ちょっと口紅が乗るような、そういうふうな、極薄の筆ですね。さあ、これからどうなるかね、実際に書いてみたいと思います。はい、やってみましょうね。はい、アクリルの具ですよ。16色セットです。ねえ、3本の筆のセットです、これも。細いですね。箱がね、ちょっとなんかデザイン的には暗いな。誰がデザインしたんでしょうか、パッケージ。まあ、こうね、箱もね、なんかお手軽に作ったっていう、まあ、あんまりこう、高級感のない、ね、パッケージですね。よいしょっと開けてみますよ。出ない。こうなってんだ。あれ、ゴミですね。これはこの製造過程で入ったんだね。こういうのが嫌いな方には、これはダメですね。ゴミが入ってました。で、こうなんだね。色の並べ方が変だぞ、これは。そして白と黒が真ん中にある。とりあえず出してみるね。出ない。では、これをね。はい。ここに出しますよ。よいしょっと。あれ？あれ？おーりゃ。これは、初めての体験ですね。何か、ねえ、手につける軟膏みたいに、ここの、ねえ、頭のところでこれを潰して出すようになってんだな。この絵の具を、こういうタイプの絵の具は初めてですね。これもコストカットのためにこうしたのかな。こうだよね。よいしょっと。これ手につきそうだね。はい。はい。はい。ねえ。ああ、手についちゃいました。これはダメですね。はいと。だいたいいろんな並べ方の順番が変だよね。さあ、でもそう言っても一応出しましたよ。では、ね、この極細の筆はダメ。ということで、こっちに避けて、ここに今から書いてみますね。柴崎の少し大きくはないけど、普通の平筆で描きますね。まず塗ります。ああ、なるほど。このね、アクリル絵の具ってのは、油絵の具ほどね、被覆力っていうかね、まあ、下の色を覆い隠す力はないんですよね。そういう意味では、まあ、アクリル絵の具っぽいですね。ただね、こう塗っている時のこの、なんか筆触っていうか、感覚がね、柴崎今までいろいろ描いてきた他のメーカーのアクリル絵の具とはだいぶ違いますね。白ですね。これね、
こうやって塗ってる感じ。まあ悪い言葉で言うとね、なんか小麦粉を水で溶いたものを塗ってる感じがしますね。なんていうか、粘りがないというか、うん、力がないっていうかね、うん、ピンクの発色はいいですね。こう塗ってる時の違和感があ あるんだよな。なんかこれは絵の具をこう顔料を溶いてあるメジウムのせいかな、この感じって。なんとなくこう力が弱いようなね、画面にしっかりついていかないような、そんななんか感じですね。絵の具に力がない感じがする。うん。そしてね、こう乾きが遅いかな。アクリル絵の具ってのはね、もうすぐ乾いてくるんですね。今柴崎全然こう水を使わないで絵の具直にこう塗ってるでしょ。そうするともうどんどん乾いてきていいんですよね、普通だったら。これはね、なかなか乾かないぞ。これもやっぱり溶剤のね、メジウムのせいかな。だからこうやっていつまでも混ぜていられるね。まあ、そういう意味ではね、あまり早く絵が描けない人には使いやすい画材かもわからないけどね。うん。今日ね、ちょっと風景画、木を描いてみるね。遠くの山です。こうね、色が出てこないんだよね。うん。色が、顔料が少ないか。何か、ちょっと発色悪い。このね、アクリル絵の具ってのはですね、最初ね、アメリカでね、こう使われ始めたんですね。でも、もともとは画材ではなくって、あのね、建物なんかの外壁をね、塗る、まあ、ペンキみたいなものとして開発されたんですよ。まあ、油を使わない、まあ、ペンキみたいなもんですね。だから、本来ね、とても発色はいいんですね。そして、早く乾く。乾いたら耐水性になるっていうね。そういうものなんですよ。それを、アメリカのね、あまりこう、画材、高い画材買えないね、若いアーティストたちが、これはいいわってんで使い始めたのがね、アクリルの始まりなんですね。だ本来、もうちょっとこうね、色がパッと鮮やかに出ていいはずなんだけども、これはちょっとね、色がね、特に混ぜた時の色が良くないね。こうやって奴隷で乾かすこと自身がもうおかしいんだよね。アクリルがもうどんどん普通乾いてしまうんですから。不思議なアクリル絵の具ですな、これは。まあでもね、お値段安いし、これだけ描けるからね、そういう意味では手軽に皆さん絵を楽しめるかもわかんないですね。やっぱりお値段安いってのはやっぱ強みですよね。うん。ね、今日木描くのにとりあえず日陰の色塗ってます。今日は油絵風の描き方ですからね。暗い色を下地に置いてますよ。うん。色色が出ないからつい筆数が多くなっちゃうな。そうですね。さあ、で、ブルーを塗ってます。はい。こうですね。なかなか絵の色が出ないな。で、次、グリーンですね。グリーン。もうちょっと色が鮮やかでも本当はいいはずなんですけども、まあ、でも一応、緑にはなってますね。
まあこの木の描き方はね、水彩の動画でねたくさんアップしてあります。基本的にはそれと同じ考えですよ。ただ今あの油絵風に描いてますので手順が逆ですね。暗い色が先、明るい色が後です。ね、イエローオーカーを塗ってます。何かこうビシッと決まらないね。タッチがピッと出るとか色がパチッと出るとかですね、そういう感じがちょっとないんだな。はい、こうですね。じゃあ次々と明るい色塗っていきましょうね。今度はこっちの緑がほら変でしょ。こんな離れたところに緑があるんですよね、お互いに。だからこのメーカーのこのね箱にセットになってる絵の具の色の並べ方が順番がちょっと変かなと思うよね。本当に絵描きの意見を取り入れて作ってるのかな。こうですね。はい。今度は黄色ですね。よいしょっと。わお。なんか色が変だな。こう軟膏を塗ってるような感じがする。チューブがお薬の色もみたいだけど、この黄色い色も、まあ、色っていうかこう何て言うんだね、このネトネト具合が軟膏みたいな感じがするね。まあもうちょっと黄色は綺麗に出るといいんですけどね。多分顔料が少ないのかな。だから少し被覆力が弱いのか分かんない。でも南部の緑お値段が安いですからね。お値段が安いっていうのはやっぱりありがたいですよね。だからまあ、どの部分に注目してその画材を評価するかですね。でね、さっきダメだと言ったこの細い筆を使っています。これでね幹や枝を描いてみる。ちょうどいいね。小さな絵を今日描いたからこの小さい筆がここで役立つ。最初に文句言ってごめんね。こうやってだから大きい絵を描くにはこの筆は全くダメですね。そういうことを想定してないんだな、多分このアクリルのメーカーの方はね。3本筆がセットになってますよっていうね、その売り込みに力を込めたんだな、きっとね。え、知らない人は「え、3本も筆がついてんの？」っていうことでねえ、びっくりしますからね。まあこの筆の質もね、これはもうちょっとねお話しできないような感じですね。もうおもちゃみたいなもんです。これは筆のこの柄の部分もくにゃくにゃ曲がっています、手の中でね今。だからまあおもちゃって言って申し訳ないけど、まあその程度の楽しむという感じでね、この画材はいいのかなと思いますね。まあ本来はね、もう筆は筆そのものでね、もうメーカーでしのぎを削ってそれに企業のね命運をかけてる、そういう画材メーカーもあるんですよね。それから見ればもうこの筆は全然もうおもちゃのようなもので、
まあ、安いお値段で、まあ、これをね、まあ、許容するということでしょうね。はい。でも、ゆっくりゆっくり。でも、とにかくね、このアクリル絵の具はね、珍しい。なかなか乾かないんだから。うん、だから、まだしばらく、こう、画面の上でぐちゃぐちゃいじってるでしょ。なんか油絵の具みたいな乾きの遅さですね。まあ今もあるかどうか知らないですけど、以前ね、いろいろメーカーもね、こう地位を働かせて、いろいろ画材出す中で、あのね、水で溶いて使う油絵の具というね、それは油絵の具じゃないでしょうって思われるような面白いネーミングのね、画材もあったんですよ。ちょうどね、それを使ったような感触です。今思い出しました。このネトネト感とね、なかなか乾かない不思議な感触。ね、水で溶く油絵の具ってのがありまして、今もあるのかな。でもやっぱり、ね、油絵の具はやっぱりちゃんとした油絵の具のね、やっぱり本領が発揮できますから、ね、やっぱりその中間のものを作ろうとするとやっぱりどっちつかずのね、ものになりがちなんですけども、でも今回のこれは一応アクリル絵の具という名前を振ってありますのでね、柴崎はアクリル絵の具として今こう果たしてどのくらいね使えるか今やってみてるんですけども、まだこうやってほら柴崎上に色を重ねてるでしょ。本来何枚も一人アクリル絵の具だともう乾いてしまってできないんですね普通は。そういう点でこのアクリル絵の具はとても不思議なものですね。まあ、初心者の人にはお値段も安いしなかなか乾かないので、まあゆっくり描けるしいいのかもわかんないね。ものは考えようですね。ちっちゃな絵なんですけどこれね、はい、もうなかなか決まらないから柴崎もつい手数多くなってしまいます。本当はもっとタッチとかですね、色をパチッと決めたいんですけどね、なかなかこれネトネト感、筆もちょっとあれかな。でもね、まあ今ねご覧になってくださってるあなたには、ね、ゆっくり描くこの絵を楽しんでいただけたらそれもいいですね。はい。ねえ、少しこう日陰なんか加えてね、遠くの方にも木描こうかな。なんか一本じゃね寂しそうだし、針葉樹は描いたんですけど、こうやって混ぜると発色悪いよね。とにかく、すごく急にグレーみたいになっちゃうね色は。ね、遠くの方にちょっと木描いておきます。うん。こうですね。もう画材の手触りのことは散々言いましたので、もう言わないことにしますね。はい。もうね、アクリルの具はね、でも随分昔からあるんですね。柴崎も、ねえ、いくつぐらいかな、30歳ぐらいの時からかな、ね、使い始めたんですけど、
最初ね、感動しました。こんな絵の具があるんだってね、思いましたよ。今、アクリル使ってる方も、ね、多いかもわかりません。基本的にはアクリル絵の具は、まあ、どんなものにも描くことはできるんですね。ただ、色がね、少し半透明ですので、あまり暗いものの上に直に描いたりすると、色がうまく表現できませんね。さあ、お花を描いたりして、少し絵を賑やかにね。この筆ダメだって言いながら、使っちゃってます。はい。小さい絵描くときはいいよね、きっとね。だから最初にダメダメと言ったのはごめんなさい。ね。小さい絵を描くときには、きっといいと思いますけど。でもまあ、筆として見たときは、まあ、お安いものの感じですね、これは。はい。どうかな？さあ、これで、一応ね、出来上がりです。はい。ということで、この、新しく手に入れたアクリル絵の具をね、試してみたというわけですね。お値段が非常に安い。あ、それいい点ですね。ただ、まあ、使ってみた正直な感想は、ちょっともう一本のところもあるかなと。ね。いうことでした。出来上がった絵が、これですね。はい。とにかく描いた絵が、緑とブルー になっちゃったんだよね。そこで、まだパレットにね、赤と黄色の、種類のね、色がそのままなってるんですよ。まあ幸いというか、ね、このアクリル絵の具のなんか面白いところで、なかなか乾かないというね、そのことですので、まだパレットの赤や黄色の絵の具は使えそうですからね、もったいないのでね、もう一枚、この後ね、すぐに絵を描いてみます。まあ、あなたにね、お披露目するのは、少し後かもわからないけども、まあ、楽しみにお待ちくださいね。はい。ということで、柴崎はこのアクリル絵の具を試しました。という話でしたよ。最後までご覧くださって本当にありがとうございました。またね、お会いしましょう。それではまた。